ホームルーム終わってから時間経ってるけど、何かしてた？そっか、早速お友達ができたのね。よかったわ。いいわね。先生もしゅんくんと子供の頃みたいに遊びたいな。ところで、転校初日どうだった？うまくやってけそう？困ったことがあったらいつでも相談に乗るからね。よかったら今からうちに来る？遠慮しないでいいのよ。お家だって近いんだし、帰る途中で寄ってくのも。授業でわからないところとか教えてあげられるし。悩みとかあったら相談に乗れるし。お腹空いてたらご飯作ってあげられるし。そんなことないわ。例えば帰り道、どうしてもお腹が空いて仕方がなくなった時、そんな時は私の家がしゅんくんと私だけのレストランになるの。何を食べたい？トルコ料理？エスニック？飛んで帰るわ。それじゃ、一緒に帰る？
ハニーハニーハニー。お、来た来た。先輩、待ってましたよ。なんすかその呼び方。って、そういえば名前言ってなかったんだっけ。あたし、アリカっす。近森アリカ。先輩は？いいじゃないすか。昨日は先輩の方からやってきたんすよ。でもその後私のここ触ったのは先輩っすよ。それなら今から喫茶店とか行きます？だってその方がゆっくり話もできますし。先輩には昨日のあれもあってぜひともお願いしたいことがあるんすよ。私たちの仲間になってほしいっす。どうじゃないっすか。ちょっとは考えてくださいよ。偏見っすね、先輩。楽しいですよ。そりゃあもう革命ですよ、革命。この学校のルールをぶち壊すんですよ、あたしと先輩の力で。放課後に集まりがあるんですよ。チャージはなしのフリードリンク制で。先輩はコーヒーでいいすか？あんまり言いたくなかったんすけど。昨日のあれ、撮ってました。たまたまっす。手にスマホ持ってたんで、記念に。放課後、待ってますからね。あ、他の人には秘密っすよ。
んだか顔が引きつってるけど、どうしたの？顔色悪いよ。もしかして、さっき話してた女の子に何かされたの？ほら、密着されたとか、迫られたとか。朝から、だし、朝帰りとか、あるって聞くし。朝シャンとか、朝コーヒーとか、朝ドラとか、朝歯磨き。ごめんね。それより体調は大丈夫？そっか、それならいいんだ。試したいなって思ってて。動物番組見てたんだけど、猫がすっごく可愛くて、私も飼ってみたいなって思ったんだ。しゅんくんは動物好き？ワンちゃんだったら柴がいいな。豆柴とか愛らしいよね。離れてると話しにくいし。
とご飯を食べるときってこのくらい近づくのが当たり前って、食べさせてあげると喜ぶって。ここまで近くでシュン君のこと見たの初めてかも。そうだね。でもシュン君を一人の男の子としてこんなに近くで見るのは、もしよかったらだけど私のお弁当食べる？自分のものを相手にあげるのってなんだかそれっぽいっていうか、その時の気持ちどんな感じなのか味わってみたい。続かないと男女の恋愛の感情ってわからない。だけど近づいたらルールが、どうしたら。先生の胸に飛び込んできて、そんなに顔をうずめたかった？いいのよ、謝らなくても。先生のここ、シュン君のためならいつでも貸してあげるんだから。それより怪我してない？も
し怪我してるなら手当てしないと。看病してあげるから、私の家行こっか。大丈夫よ。今ここには誰もいないわ。誰にも見られてないんだし。ね。暴れなくても大丈夫よ。なんにも怖いことないからね。しゅんくんの痛みを全部私がもらってあげるから。何も心配いらないのよ。先生が可愛い教え子によしよしってしてるだけだもの。よしよし。授業についてね。そうなんですか。そうなの。実演していたんだけどつい熱が入っちゃって。うん、ごめんなさい。先生とは密着してても平気なんだ。私は近づくだけでダメだったのに。もしかしたら先生には何か男の子を引きつけるものが。それが恋愛につながるもの。私からは逃げて先生とはくっつくの？でも、やっぱり男の子だもんね。
あら？授業始まる時間ね。二人も遅れないように。やっぱりギュッて抱きしめるの、男の子が喜ぶことなの？恋愛に関係してくるのかな？私も先生と同じようにしてみたら何かわかるのかな？しゅんくん？それじゃあみんな、帰り道気をつけて。シュン君、今日この後なんだけど。そうなんだ。嬉しいっすよ、私。それじゃあ私が脅迫したみたいじゃないですか。あれは記念で撮ったんですよ。これからもずーっと保存しておくつもりですから。さあ行きましょう。ここっす。ああ、チャージはなしで大丈夫っすよ。コーヒーがいいって言ってましたよね。ここにいるのはみんな学校のルールに不満を持ってる人たちっす。だいたい男と女をきっぱり分けてどうなるっていうんすか。どっちも同じ人間でしょ。あんなルール撤廃してもっとオープンになるべきだと思うんです。男女の距離とか気にせずに。こんな風に。ここでは気にする人なんていないっす。だから安心してください。人と話すのだって近い方がいいじゃないっすか。相手の気持ちとかも分かりやすいし。離れて話してたら大声出さないといけないっすからね。動物番組見てたんだけど、猫がすっごく可愛くて。
私も飼ってみたいなって思ったんだ。しゅんくんは動物好き？ワンちゃんだったら柴がいいな。豆柴とか愛らしいよね。そう思いませんか？ってことは先輩にも私たちの仲間になる素質があるんすよ。いやーそうだと思ってたんすよね。この前おっぱいを揉まれた時から。先輩も大胆っすからね。心配しなくて大丈夫っすよ。誰も先輩のことを悪く言いませんから。え？じゃあ私の胸触って後悔してますか？私のおっぱい触り心地悪かったですか？すみません、すごく考えてたみたいだったんで。ね、何でしたっけ？言ってくださいよ。ほら、どうです？この密着具合。もうしないっすよ。先輩とも友達になれたし、取る必要もないっすからね。学校でも会えるんで。てことで、先輩も定期的に来てくださいっす。それじゃなくても、一緒に遊びに行ったりしたいんで。すぐに答えもらおうとは思ってないっす。返事はいつでもいいんで。待ってますから。お、あと、今日のことは内緒っすよ。